皆さんこんにちは。運動学から考えるフラ、ハラウフラを川井ルナです。今日は膝の角度についてお話ししたいと思います。フラはいつも踊っている時に膝の角度を一定に保った状態で踊ります。ダウンなどの指示があった場合は膝をより曲げたり、より伸ばしたりすることもあります。でも基本的に指示がないときはいつも同じ角度のまま保って踊ります。そうすることでフラ特有の柔らかい動きを作ることができます。で、膝を曲げ伸ばししながら体重移動すると、またヒチアンのように見えてしまうかもしれませんね。では今から正しい例をしたいと思います。膝の角度を一定に保ったまま下ほろを踏みます。両足の膝の角度を同じだけ折ります。それでその状態を保って下ほろです。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。正しい例をします。膝の角度を同じだけに折って体重を乗せていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。では正しい例をします。膝の角度を同じぐらい折った状態で体重をかけます。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。では今から悪い例をします。膝を屈伸曲げ伸ばししながら腰を動かす方法です。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。では今から悪い例をします。膝を屈伸させている動きです。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。悪い例をします。屈伸運動を使って重心移動しています。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。膝の角度を一定に保って踊るには脚力や体幹が必要になってきます。で、脚力が弱かったり体幹が弱かったりすると一定の角度に保って踊ることが難しくて、どうしても途中で膝を伸ばしてしまいたくなるかもしれません。まずは自分が一曲この角度なら曲げ伸ばしせず踊れるなという角度を知ることから始めましょう。無理して深く膝を折る必要はありません。それよりも無理なく一曲踊り切るまでの膝の角度を保ちながら続けていくということに重点を置いて練習しましょう。今日は膝の角度についてお話ししました。ポイントは膝を一定の角度に保って踊りましょうです。ありがとうございました。